トランプ大統領は去年11月の大統領選後一貫して選挙に不正があり自身が勝利していたという姿勢を取り続けていました 2>, 2日土曜日にはジョージア州の州務長官に選挙結果を覆すのに十分な票を見つけるよう電話で圧力をかけました。I just wanna find, uh, 11, <ペー>また、合同会議で次期大統領の当選を正式に宣言する役割を担うペンス副大統領に対し選挙結果を認めないよう繰り返し要求していました。 あくまでも選挙に不正があったと主張するトランプ大統領の支持者による暴動を受けホワイトハウスの副報道官さらに運輸長官など政権幹部らの辞職が報じられ大統領と距離を置く動きも出てきています7日木曜日トランプ大統領は再開されたツイッターに動画を投稿自身が先導したとされる前日の暴動を非難し

共和党議議員も含めて協議されたとということです専門家は残り少ない任期中に25条を発令するには時間が足りないとしていてペロシ下院議長は弾劾の可能性も模索しているということです。